はい、JRA の辻谷です、えー、先週は、ねえー、2数字、えー、プラスボーナス数字1個でした、えー、本命が、ね、2した09がボーナス数字、えー、という結果に、えー、なりました、はいえーまあ、でも先週は難しかったかなと思いますので、えー、また改めて、ねあのー、原点に書いてスタート地点に立って、ねえー、予想していきたいと思います。 りということで、えー、見ていきたいと思うんですが、えー、前回はですね、これ、21が、ここで飛び石で出て、で、今度引っ張ったということですよね。で、あのー、私は、これ、とも引きの回なんで、前回出てる、これか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 、これが引っ張るやろうっていうふうに言ってました。あのー、動画内で。で、 私これを本命にしたんですよね。はい。で、あのー、前回で、ね、ボーナスだった09と36が、えー、出たんですが、私の本命にしたのがボーナス数字に終わりました。で、本数字でね、36がね、引っ張りまして、ボーナスから36になってました。要は、あ前回のボーナス数字2つ引っ張ったという形ですね。はい。で、私はこの09と23と27しか持ってませんでした。はい。 えー、難しい回だったと思います。これ、まあでも、26が27にスライドしたというふうにも言えるかもしれませんけど、そうですね、あとは、まあ、これがね、あの、ライブの時にハズレくじ見せるの忘れてましたけど、ちゃんとリアルに買ってるんで、09本面にして、27とね、えー、これ、えー、23ですか、しか持ってません。 えー、特に今回はマーキングしてないですけど。えー、で、今回はですね、あ、じゃあ、ど前回、どういう風にしたら、えー、引っ掛けられたかっていうことを考えれば、やっぱり本命は全部0級以外に考えられなかったんですけど、うん、その 36? あの、9、9の日で,休止で、休死で、休憩で考えたら36も、 えー、選べてればね、えー、まあ、選んでても畳になったかもしれませんしね。だから、どっちか本命にしたとしても、こっちを本命にしたとしても算数字なんで、3数字プラス、3数字なんでね、で、 合計でで私はこれ23と32と選んだんだすよね14を選べてればその3数時プラスボーナスっていうのはいけたかもしれませんがちょっと厳しかったかなと思いますね前回に関してはどう考えても振り返ってみたんですけど、えー、で今回はね、えー、先負けで出席になりましてで開催会も7系なんですよで紐7なんですね なので、ここは本当に10点を置かなければいけないかなっていうのと、あと前回27出てるんで、これ7席っていうこともありまして、えー、そこも要注意かなと。まあ36が引っ張ってるんだけど、また36から37にスライドするのかっていうのも、一向しなければいけないのかな。 っていうところもありますし、えー、非常にねこれ今回難しいですけど、えー、7が強調されるんで連打される日であるんでやっぱりここを注目ですよねこの染め分けは特に注目だと思います はい、えー、データ数ということで見ていきたいと思います。えー、今回はですね、えー、末日が6の日になります。03、えー、十6 18、19、27、30、3二三34が出ております。えー、今回、出席です。はい指摘6、7、34が、えー、出ておりますね。6以上は囲ってるんですけど、えー、以下ね、この後のものは4、 0408101215。04, 8, 10, 12, 15, 18。21。22。26と出ておりますえー、今回先負け、えー、全部先負けになります。はい、えー、先負けの時はですね。まあ回数多いんでね、えー、多いんであのー？まあ、あのー、無難に <laughs>。 多いところを囲ってます。はい。03,06,08,09,10,11,19,20,26,30,33、えー、から35,37。で、今回はですね、えー、カバラで言うと、日が7。超音数で言うと、日が7の日っていうことで、はい。えー、07出てますね。7で7。 で、15、18、20、えー、35。あとは10、29、33っていうことで、で、前回ね、6系が出なかったんですよ。あのー、前回は6系の日だっ開催会だったのに6、6系が出なかったですよね、確かね。えー、っと、出てないっすね。はい、えー。なので、15とか33とかは気になるかなっていうところですよね。えー、開催会7系になります、今回ね。はい。 えー、05、14、29が出ておりまして、06、えー、08、10、11、えー、20、26、30が出ております。えー、で、今回、開催会えつが2、えー、412回ということで、開催会の末が2ってことですね。えー、04と26が突出してんのかなと。 あとは03078 14,、141820、2224、27から30、32が出ております。なのでね、ここら辺出てるかなっていうところは、ちょっと気になるかなと思います。えー、データからは以上となります。はい。えー、と、本命数字、えー、発表したいと思うんですが、えー、と、こういうことですね。はい。えー、と、まずね、 えー、七席の時は直近、5回中4回出現。えー、七席の、直近5回、えー。そのうちで出なかったの1回だけなんで。で、開催会末2位になります。今回は、えー、412回、えー。その時に直近4回中2回出てる。 で、日が7になるんですけど、えー、そんななかったですね。あのー、昨年の6月ぐらいまで遡っても2回ぐらいしかないんですよ。日が7の日,、えー、日っていうのは。で、えー、2回中1回出現してると。今回日が7なんで。で、開催会7系になるんですけど、今回は4回中2回半数ぐらいできてると。で、この数字とは何かっていうことなんですが、あのー、その前にね、もう一つね、 えとこの数字にしたのは、えー、今回先負けなんですが、えー、先負けの時に、えー、2回空いてまた先負けの時に出たんですよでもそっから先負けで3回連続出てないんですねだけど今回はその感覚的にはそろそろまた出てきていいんじゃないかなっていうことでえー 本命は、えーまあ、これにしますただこれ選ぶ人多いと思うんであのー、そうですね、えー、キャリーオーバー中ですから、えー、これ出たら1等出るんじゃないかなと思いますねあのー、ちょっと本当はねえー、34とか16とか狙いたかったんですよその、えー、今回は。 えー、七席で七の日で、えー、開催かも七系なんで、それはね、ちょっと本命にしたかったんですけど、はたまた07とかも考えたんですけど、やっぱり、えー、本当はね、こっちの少数派に行かなきゃいけないと思うんですよ。こっち少数派だと思うんですよ。08はね、多くの人選ぶと思います。おそらく。でもね、あの、これを選ばなきゃいけないのかなと思ったのは、この、 今回が、今月があの月の月なんですよ今月は蜂の月なんだけど、これ最終週なんですよね、蜂の月、はいえー。ということもあって、データ的にもこれが出てるんで、これ後押しある,あるとしたらこれかなと思ったのと、あとは、えー、ともう昨年の3月は、指、え、席、ー、なかったんで、4月の頭にずれてるんですけど、 えー、あ今年は3月の末にずれたのかな、七席っていうのが。まあ、これは先がちなんだけど、えーその、同じ同時期にね、昨年の同時期にね、やっぱ08が出てるっていうことでね、07も出てるんですけどね、なので、えー、どっちにしようかなというのはあったんですが、まあ、今,年はあ今回はね、えー、08で、えー、軸にしたいと思います。 はい。えっ、ー、とね、これ08本命で、で、えー、えー、これね、07考えたんですよ。最初。だけどこれ選ぶ人が多いっていうのと、えっ、ー、と、前回の、えっ、ー、と、出席の時に出てるのと、えー、と今回開催会待つ2になるんだけど、えー、それでも前回出てるっていうことで、今回出ないパターンだと思うんですよ。はい。あの、それまでは全然出てなかったんで、 えー、これは選ぶ人も多いと思うんで選ばないえー、七席七の日開催会7で16に関してはもうこれは選ぶ人多い,いると思いますけどこれはもうしょうがないかなと1月に1回出て、えー、2月オール出て、えー、3月に頭で1回出てるということもありますから、えー、これは入れたいなと あの本命考えたぐらいなんで。あとは、ここ34。はい。これはね、あのー、34に関しては、えー、っと、これ、七席じゃねえな。えー、っとね、七席じゃねえな。えー、っと、あ、これですね。末尾が6なんですよ。今回、えー、26日。で、末尾が6の時に、 末尾、えー、6の時に4回中2回出てるんですよ。あ、直近ね。直近って言っても、最近の2回は出てないんですね。ということは、そろそろこれ来るなっていうところなんですよ。はい。なので入れる。はい。えー、で、21を入れたいなと思ってるのは、これ、七摘の時に、えー、直近に指摘の直近、 最近5回中3回出てると21がねということで、えー、入れたいなというところでありますでであとはこれ0あのね30は考えたんだけど30データ室見てもらえば分かるように多いんですよはいだけどこれ08も多いと思ってるんで30選ぶって こことによってこれ当選者多くなっちゃうんですよねなんかそういう裏事情というかもう考えると,えっとで12はね前回出たんだけどあの前回12出たんですけどえーっとこれですねはい12から12っていうのはこれ1月にあったんですよねでもね今年のはい1月に。 これも稀なことであって、あの、12出て、えー、今回も引っ張るかっていうとちょ、ちょっと薄いと思うんですよ。なると、私、03を入れたいなと。これ、理由はね、前回04が出てるんで、04出てるんで、03にスライドする、えー、っていうことを考えました。で、データ室でも末尾6の時に、03囲ってるように、 あのー、今回、出やすくなってます。で、先負けでも03なんで、あ出てるんで、これ、どっちかいずれか来るかなと、見てます。えー、っと、ここね、あのー、06の可能性も考えました。もう、10番以下ね、今日、今日はだから0注意日だと思うんで、あの、1桁。 あ複数出るかなと見てるのもあるんですが、これ06なのは、え今回7席なんですよ。7席なんですけど、えー、っと、これ2回前の7席だった時が、えー、っと、日も7なんですよ。今回と同じく、あのー、7席で日が7の日だったんですそ。その時に06が出てるんですね。はい。えー、2回前。 っていうか、あーの、時が七席で、日が七だったんです。06が出てると。で、今回ね、この15も、これ、注意かなと思ってます。えっ、ー、と、やっぱり、前回6系だったのに、6系の開催会だったのに、全く出なかったんです。6系が全て。で、今回は、 あのー、データでも日が7での時でも、えー、15が出てるっていうことを指摘の時にも、えー、15が出てますデータの時にでデータでもで前回ボーナスでボーナスで14が出ましたとはいでこれが14から14は可能性低いんだけど、えー、13か15にスライドする 可能性があってて高くてで前回6系が全く出なかったんでこれは14はこれフラグだろうなと思って15にスライドするフラグだろうなという感じでの14のボーナスだったと思うんでこれは15の可能性もあるかなと思ってますスライドするデータからも出てる、えー、ここは615入れます はい、えー。で、まずね、ここね、18を続けてフォーメーション組みたいと思います。えっ、ー、と、これはね、えっ、ー、と、今回、えー、26日ですかね。はい。で、末尾が、末尾がね、えー、6つく日が、日で、えっ、ー、と、その直近4回中ね、2回18が出てるっていうところ、そこにも注目したんですね。で、あと27、 前回ですね、私も持ってたんですが、4個目のボールで出てきたのかな。はい。ですが、この、引っ張る可能性あるんじゃないかなと思うのは、えー、これ、松尾がログの時にも、データからも、見てもらえば分かるように出てます。はい。えー、そうしたのと、あとはパフォーマンスね、これ、開催らまず2の時にもで、えー、27出てる傾向もあるんで、 えー、突出してるわけではないんですけど、えー、前回4個目で出たぐらいなんで、まだ出るかなと、えー、入れてみようと思います。はい、えー、で今回はですねこの26日っていうことがあるんで、で26日って2月26日もありました、でそこ見ると19、28出てるんですね。俺2つとも,もう 持ってたから、なんかどっち、28だったかななんか、この回どっちか選んでたような気がしますね、記憶では。で、19と28を入れたいところなんだけど、えーっと、これね、どっちかにして、えー、まずね、10をね、入れたいんです。あの、その2つのいずれかじゃなくて。で、これは七席の時に、 えー、あ、じゃないひ、日が2か。あ、日が7ね。日が7の時に、今のところ2回連続で出てるのと。はいで。で、前々回も史跡で日が7だったんだけど、10で出てるんで、ここ10まず入れようと。で、先月の26日に出てる19か28、どっちを入れようかで、えー 28はね、裏メニューやるとしたら、こっちに回そうと思ってるんで、19入れたいと思ってます。19。あのー、理由はね、理由はですね、えー、っと、19は、えー、っと、えー、っと、今回開催会7系になるんですけど、 あの、開催会の方が。えー、これ2回連続出てるんですね。開催会7件の時に。ということで、これどっちかは来るんじゃないかなっていうことで、一応まあ、ここまでにしようかな。一応この、フォーメーションで行こうかなとは思ってます。で、あとはどうするか。はい、えー、で、今回の、えー、 解明コール、これでいきます。はい。これと、えー、これと、これと、これですかね。はい。これと、これと、これ。来たら、あの、当たりだと思ってください。 明日払い戻すきで本当にこれガチで、今から記入してね、買います。今日仕事のためちょっとね、ライブできませんが、これ来たら、まあ引っかかるようには、組んだつもりです。なので今度こそね、当選したいと思います。えー、今日ライブできないんで、 これまた当たったとしてもこのクラッカーは鳴らせない、できないんですが、えー、明日はどうにか久々に払い戻し動画アップしたいと思います。はい、最後の締めはもちろん、はい、ロード755には自己責任でお願いいたします。今回は以上です。